はい、こんばんは、こんにちは、大輝です。このチャンネルは皆さんの IT ライフが少しでも快適になるようにですね、分かりにくいよう分かりやすく、これをもとにパソコンや周辺機器など IT に関わるお役立ち情報をお届けする番組でございます。最近はですね、 Wi-Fi 関係について数点動画を上げさせていただきました。たくさんのご視聴誠にありがとうございます。ネットワークは私の専門分野でもありますので、あとね、数点ほど Wi-Fi 関係の動画を連載しようと思っております。ぜひよろしくお願いします。前回はですね、少し突っ込んだ話をさせていただいたので、今回はですね、軽めの話にしようかなと思っております。これね、ほとんどの方がやってしまってるんじゃないでしょうかね。 Wi-Fi ルーターを買ってきた後、そのまま初期設定で使ってしまうのは実は危険。こういったテーマでお話しします。それでは早速行ってみましょう。はい、それではですね、なぜ Wi-Fi ルーターを購入してきた後ですね、そのまま初期設定で使うのは危険なのか。これはですね、犯罪に巻き込まれるケースがあるからなんですね。 Wi-Fi って家の中だけで使えるわけじゃなくて、大抵はね、家の外まで電波はみ出しちゃってますよね。つまりあなたの家の Wi-Fi はですよ、あなたの家の外でも家の近くであれば使えてしまう、こういうことですよね。そんなの当たり前じゃん、どこの家でもそうだよ。それが何が危険なのってね、思うと思います。それでは過去の逮捕事例からこれらのリスクについて紹介していきますね。結論から言うと、あなたの家の Wi-Fi から行われた犯罪はですね、あなたの犯行であると思われるからなんですよ。どういうことってね、思われたかと思います。まずその質問に答える前にですね、まず皆さん絶対に聞いたことがあると思うんですけれども、ネット上で誹謗中傷の書き込みをしたら名誉毀損で訴えられるのご存知ですよね。掲示板に殺害予告や爆破予告などね、掲示板に書き込むと逮捕されますよね。無数にあるパソコンやスマホの中で、このね、掲示板に書き込んだスマホがなぜ特定できてしまうのかというとですね、これはパソコンやスマホには IP アドレスという住所があるからなんですね。例えばあるサイトに爆破予告が書き込まれたとします。警察はこの犯人を特定するために、この爆破予告が書き込まれたサイトに対してですね、発信者情報開示請求というのを行うんですね。しかしこのサイトの管理人はですね、書き込んだ人がどのプロバイダーを使っているのかまでしかわからないんですよ。そしてですね、そのプロバイダーの情報をもらって、そのプロバイダーに対してさらに開示請求を行うんですね。こういった手順を踏んで、その書き込みを行った犯人を特定することができるわけなんですよ。それじゃあうちの Wi-Fi をもし誰かが使って爆破予告をしたとしても、そのスマホが逮捕されて終わりじゃん、何もね、問題なくないってね、思ったかと思います。実は違うんですね。例えば犯行が行われた端末がスマホだったとしたら、キャリアの電波を拾っている時、例えば au やドコモ、ソフトバンクの回線の 4G や LTE5G をね、使用して掲示板に書き込んだ場合は、警察がね、プロバイダーに開示請求をした際には、そのスマホを特定することができます。しかしね、 Wi-Fi を使っていた場合は、その Wi-Fi の電波がどの家から出ている Wi-Fi なのかっていうことまでしかわからないんですよ。つまりあなたの家の Wi-Fi の電波を使って行われた犯行はですね、警察から見ればあなたが犯人という目星を立てられるわけなんですね。実際にね、ネット犯罪を犯す人っていうのは、この原理を利用して他人の回線を使ってね、犯罪を行うっていうケースが多いんですね。そのため過去には Wi-Fi の持ち主が誤認逮捕なんかされちゃったりしてるんですね。なんでね、 Wi-Fi の持ち主が犯人と思われるんだろう、個人を特定しろよってね、思われたと思いますが、これはなぜかというとですね、先ほどパソコンやスマホには IP アドレスという住所があると言いました。この IP アドレスには実は2種類あるんですね。前回の動画でも軽く触れましたけれども、例えばこの家にパソコンと一つのスマホと Wi-Fi ルーターがあるとします。それぞれにね、 IP アドレス、住所があります。この例だとこの家にはですね、3つの住所がありますよね。この家の中にある住所っていうのはプライベート IP アドレスというんですね。
まあ、多くの場合は192.168なんちゃらのなんちゃら、こんなね雰囲気の数字の羅列がプライベート IP アドレスの特徴です。例えばじゃあこのルーターは192.168.1の1、そしてパソコンは192.168.1の2、スマホは192.168.1の3、こんな感じで住所があります。これらはデバイスそれぞれに割り振られた IP アドレスですが、実はこの家自体に割り振られた IP アドレスというのが別に存在するんですね。これをグローバル IP アドレスというんです。先ほどのプライベート IP アドレスは家の中にいくつでも作れるのに対し、家に割り振られたグローバル IP アドレスというのは1個なんですよ。しかも外から見た時にこのグローバル IP アドレスまではわかるんですけれども、その先にあるプライベート IP アドレスまではわからないんですね。というか分かっても意味がないんですね。なぜかというと、特殊な設定をしていない限り、このデバイスに割り振られたプライベート IP アドレスはですね、デバイスを再起動させるたびにランダムな数値に変わってしまうんですよ。なぜ毎回値が変わるかというとですね、これは外から内に不正アクセスやウイルスが簡単に入ってくるのを防ぐため、家の中を見せないためのセキュリティの一環なんですね。ですから爆破予告の足取りを掴んで駆けつけた警察でもですね、この家の中の誰かが犯人っていうことは分かってるんですけれども、実際にはどのデバイスから犯人が犯行を行ったかっていうことまでは分からないんですね。ですからもしあなたの家の Wi-Fi を誰かに使われて爆破予告なんか書かれちゃうとですね、警察はあなたが犯人だと狙いを定め、あなたの全てのデバイスを押収して調べ尽くしたり、何時間にも及ぶ聞き取りをされたりね、大変なことになるんですね。あとは細かい話をすれば、 IP アドレスだけではなくてパソコンやスマホなどの機器にはですね、それぞれの固有の番号、MAC アドレスというものや製造番号 IMEI っていうものがありまして、これらの番号やあとはねクッキーの固有の情報をパケットから調べて端末を特定するなんてね、そういう試みをするわけなんですが、まあ、そもそも発信者情報開示に関する法律ですね、第4条第1項に MAC アドレスや IMEI っていうのは対象とされていないので、そもそもこの情報がなかったり、 MAC アドレスなんてね容易に詐称ができますし、そもそもこの情報が分かったとしても、その情報だけで端末の個人が特定できるわけではなくてですね、その実際に犯行に使われた端末を押収して調べないと特定はできないので、まず Wi-Fi 所有者の家が調べられることに変わりはないんですね。先ほども言いましたが、これで誤認逮捕が起こった事例っていうのもあるんですね。ここまでの話で、まずあなたの家の Wi-Fi を勝手に使われて犯罪を行われるとですね、あなたが被害を受けるっていうことまでは分かったと思います。それではね、次になぜ Wi-Fi ルーターを買ってきた初期設定のまま使用すると危険なのかというとですね、初期設定で出ている Wi-Fi の電波名とそれに対するパスワードってルーターにねシールで貼られてありますよね。シールで貼られているということはですよ、それは誰にでも見られる可能性があるということですよね。家の中に招かれた友人はですね、それを見て Wi-Fi に勝手に接続することもできれば、写メを撮っておいてね、後日接続するなんてこともできるわけなんですよ。そして一度でも接続してしまえばですね、その接続したスマホはですね、あなたの家の近くまで来ると自動であなたの家の Wi-Fi につながってしまいますよね。あなたが友達だと思っていた友人もですね、ひょっとしたら相手はあなたに敵意がある場合もありますよね。あなたに敵意のある人が友人を装いですね、あなたの家の Wi-Fi 情報をゲットしてあなたになりすますことで、あなたに罪をかぶせることだってできるわけなんですね。ですから警視庁のサイトでもですね、初期設定では使わないように警告が出ております。まあ、しかしですね、まあこの知り合いがあなたになりすまして悪いことをする可能性っていうのは正直低いですよね。しかしね、まだまだあります。次のリスクいきましょう。Wi-Fi ルーターをね、これかなり昔からずっとこれ使ってんだよねっていうね、古いものをそのまま使ってる人結構多いんですよ。これ実は危険なんですよね。 Wi-Fi って電波の信号を暗号化してるんですね。この暗号化っていうのは Wi-Fi ルーターの設定で変更できるんですけれども、まあ、安全なね
暗号化方式っていうのは WPA2 の AES とか WPA3 とかなんですが、昔はねこの暗号化がなかった。ですから昔のねルーターをそのまま使ってる人は古い暗号化方式をそのまま使ってるんですね。よく使われがちな暗号化方式っていうのは WEP とかね WPA、WPA2 とかなんですけれども、特にこの WEP なんかはですね暗号解析ソフトにかけるとかなり簡単に突破することができるんですね。ですからね自分の家の電波は全く見ず知らずの第三者に勝手に突破されてしまってですね勝手に使われてしまうリスクっていうのがあることに注意してください。こういったね事例も過去に逮捕騒動がありました、確かね2015年に愛知県で他人の家の Wi-Fi をね解析ソフトにかけて突破してしまってですね不正アクセスをした後その Wi-Fi を使って詐欺かなんかをやってたんですよね。そしてその Wi-Fi 発信元の家の人が犯人だと疑われて、いろいろね調べを受けたんですけれども、結局はね隣の家の人が犯人だったっていうことがありました。このようにですねネット犯罪っていうのは基本他人の回線を何らかの形で利用して自分の痕跡を消して犯行を行うので、脆弱なね Wi-Fi を使うのは良くないんですよね。犯罪者の中でもプロの人っていうのはいろんな国々の通信経路を使ってね犯罪を行うんですけれども、本当にね誹謗中傷とかねそれぐらいのレベルであれば他人の Wi-Fi 越しでやっちゃうぐらいのことが多いと思うんですよね。そして最後に Wi-Fi ルーターを初期設定で使ってはいけないポイント3点目、これはですね Wi-Fi ルーター自体の設定の ID とパスワードを初期設定のまま使わないこと、これ大切なんですよね。皆さんこれ必ず変更してください。これもねルーターにシールで書かれていることが多いんですね、危険です。それよりはメーカーによりですね工場出荷時の ID とパスワードが固定で決まっているメーカーっていうの実は多いんですよ。最近ね随分このあたりが改善されてきているとはいえ、少し前まではかなり初期状態では全部のパスワードが統一なんてねルーター多かったんですね。例えばこの画面見てください。これはねバッファローのルーターなんですけれども、ルーターにアクセスするとこのようなポップアップが出ます。ルーターの初期設定は ID がアドミンもしくはルートで、パスワードはなしですよとかね、こんな注釈書かれてありますよね。それではね先ほどの例に戻って Wi-Fi のパスワード解析ソフトかなんかであなたの Wi-Fi に対して不正アクセスをしました。そして次にですねこのルーターにアクセスしてみようかななんてね設定画面を開くとですね、そこにはルーター名と機種番号が出ていますから、なるほどバッファローか、じゃあ初期設定の ID とパスワードはこれだからきっとこれなんじゃないかなってね入力すると余裕で突破できちゃうんですね。このルーターの設定権まで取られちゃうとちょっとやばいですよ。知識のある方であればあなたの通信を傍受してあなたの見ているサイトの内容やメールの内容なんてね見ることもできちゃったりしますし、そしてね DNS の設定なんかいじられちゃうとですね詐欺サイトを利用して普通に Amazon のアカウントやクレジットカードの情報なんて取られちゃうことだってできますからね。ですから Wi-Fi ルーターの本体の設定 ID とパスワード、これは絶対に変更することをお勧めしますね。当然ですけれどもこれも警視庁のホームページでは注意喚起されております。いかがでしょうか。 Wi-Fi ルーター初期設定で使うの結構危ないでしょう。正直な話ね、危険性があるとはいえ初期設定で使っていてどれぐらい危険ですかって聞かれるとですね、なかなか被害に遭うケースっていうのは正直少ないとは思いますが、リスクはねゼロではありませんのでね気をつけることに越したことはありません。またですねこの動画を通して IP アドレスとは何なのか、 Wi-Fi の暗号化は何がおすすめなのか、何が危ないのか、そして犯罪とはどのように行われるのか、こういったことが理解できたのではないでしょうか。はい、今回の動画はここで終了となっております。皆さんいかがだったでしょうか。もしねお話気に入っていただけた方はいいねボタン高評価の方をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。